てはこのコーナー、徳島の豊かな自然が育み、農家さんが丹精込めて作った旬の野菜や果物、美味しくいただきます。 J 協会プレゼンツ、えみちゃん野菜でクッキング。肉厚でジューシーな徳島のピーマン、栄養満点の食材です。ピーマンの旨味を最大限に生かした、ね、まあ、切り方とかいろんなポイントがありますので、はい、お楽しみに。はい、ではしっかりそのポイントを押さえていきましょう。今回はピーマンと油揚げの甘辛煮を作ります。ピーマンが苦手というお子さんにも美味しく食べてもらえる一品です。まずはピーマンの切り方のポイント。ピーマンはですね、この縦の方向に繊維がありますので、うんうん、縦方向に切ると苦味が抑えられてシャキシャキした食感になります。ただ今日は煮物ですので繊維を断ち切るように切っていくといいですね。繊維を断ち切るようにするとどういいんですか？味がね、よく染み込みます。ということで、ピーマンは縦半分に切ってヘタと種を取り、繊維を断ち切る横方向に2センチ幅に切ります。続いて油揚げの下処理です。キッチンペーパーで余分な油を拭き取り、ピーマンと同じくらいの大きさに切っておきます。今回なんで油揚げと合わせたんですか？油揚げはタンパク質とか鉄分がね、多く含まれてるんです。で、ピーマンね、たくさんビタミン C 含まれてますので、はい、タンパク質とか鉄分の吸収率をアップするために組み合わせとしてはとてもいいんですね。なるほど。次に合わせ調味料作りです。砂糖にみりん、醤油、水を加え、よく混ぜ合わせておきます。熱したフライパンにごま油をひいてピーマンを炒めます。ここでお塩を少しだけ入れます。緑がね、鮮やかになりますので。お塩の効果で緑が綺麗になるんですね。そうなんです。ごま油の照りと塩で色もグッと濃くなって美味しそうですね。全体に油が回ったら油揚げを加えてさっと炒めて、カルシウムたっぷりのちりめんを入れていきます。さらに生姜をフライパンの上で直接すり入れ、水を加えて蓋をし、中火でおよそ3分蒸し煮にします。いい香りがしてきました。はい、ではちょっと蓋を開けてみますね。とりと。そうなんです。今日はピーマンをね、ちょっとしっとりさせたいので、これでね、たくさんピーマンが食べられるんですよ。いいですね。はい、で水分もね、程よくもう抜けているので合わせ調味料を入れていきます。はい、ピーマンと油揚げに合わせ調味料を吸わせたら、鰹節とすりごまを加えて水分を飛ばしながら混ぜ合わせます。最後にさっぱりとするためにお酢と大根おろしで絡めていきます。火を止めてさっと混ぜ、少し冷まして味をなじませると、ピーマンと油揚げの甘辛煮の完成です。切り方を工夫し、ピーマンに甘辛な味がしっかり染み込んだ一品。冷やして食べても美味しいので、作り置きにもおすすめです。ピーマンのビタミン C は油揚げのタンパク質や鉄分の吸収をアップしてくれます。ちりめんのカルシウムも入った栄養満点レシピです。